かったら。いや、行ってみようか。いや、行ってみようか、じゃあ。うわ、でももういい時間だね。まあ、一回着いてから考えてもいいし。いい時間に時刻表見てないかもしれへん。なかったら、あの、電車で行ったらいい。うん、けど、でも結構頻繁に出てるから。もう帰るよ。どこ痛い？新大阪は出てない。ああ、あの時間帯によっては。まあ変わらんか。あんま変わらんな。大阪ナンバーの人ここに車を置いて、うん、そこからどっか行ってんのやろな。なんぼすんのやろな。新郵便とかやったらでも助かるな。助かるな。なんか値段書いてないかな、駐車料金。あ、駐車料金です。第5駐車場15分100円、1日最大1540円、最初の1日は2570円。まあこんな感じです。はい、リムジンバス、あ、ここですね、リムジンバス、大阪、あ、止まれ。ここがリムジンバス乗り場です。あ、それで行こうか。一番乗り場あれや。あ、もう出発しちゃった。いや、まあ、あれが大阪行きですね。あれに乗ろうかな思ってたらもう行っちゃいました。しゃあない。はい、これが第2ターミナルの国内線の出発か。こっち来た。ここで待ってようか。じゃあ僕らは今からリムジンバスで帰ります。大阪までね。